い、ガーランド。あんたがやっぱり親父だったのか。こんなとこまで来やがって。バカな息子を持つと苦労するぜ。なぜ20年間も母さんを放っていた。この戦いに巻き込みたくない。お前だってそうじゃないのか。でも結果的には母さんは狙われた。なぜ守ろうとしなかった。お前は守れたのか。俺が行かなかったらお前は護送車に近づけなかったぜ。あの時あんたが来なくてもミラたちは俺が救い出していた。礼を言うつもりはないらしいな。まあいい、礼を聞きたいわけじゃない。俺が言いたいのは、護送車で連行された連中は狙われる覚悟はなかったのか。お前と一緒に戦っていて自分たちは安全だと思っていたのか。みんな覚悟はあった。ユイも覚悟はできていた。覚悟ができているのにのこのこ出向いていったらユイの覚悟を無駄にしちまう。それにその覚悟があるからこそ俺はここで戦いに専念できる。レジスタンスのリーダーとしてか。そうだ。ちなみに一つ言っておく。俺たちの目的はイブもろともバハムートを爆破することだ。お前たちの目的はイブの救出。この先は目的の違う奴を生かせるわけにはいかない。あんたもガーランドに乗っているなら気づいているだろう。イブのメッセージに。俺も昔は言ったさ、イブを助けに。じゃあガタガタ言わずに行かせろよ。イブの元に行かせるわけにはいかない。裏切られたからか。マイカ、余計なこと言いやがって。俺も裏切られる可能性がある。だから行かせたくないのか。バハムート爆破の作戦は始まっている。邪魔されたくないだけだ。どうしても行かせない気か。お前にイブが救えるかどうか試してみろ。お前の気持ちが強いか俺の気持ちが強いか、ここで示せ。急いでいるんだ、邪魔をするな。本気で行くぜ。今のお前にどこまでできる。本気でかかってこい。ちゃんと狙ってんのか。余裕だぜ。
といなくなれよ。年は取りたくねえもんだな。いて。全開でいくぜ。いけい。一気に蹴りをつけてやる。まだだ、まだいける。紛れか。甘い甘い。いなくなれよ。が、直撃か。
まだ強くなったな。俺にできるのはここまでだ。無駄な抵抗はやめろ。やっぱり来やがったか。じゃあ勝負は後だ。まずはこいつらを片付ける。バカ野郎。え、俺との勝負がお前の気持ちを示す唯一の手段か。イブを助けるなら俺を犠牲にしてでも先に行け。その言葉は親父としてか、それともレジスタンスのリーダーとしてか。ガタガタ言わずに行かせろと言ったのは誰だ。お前がガタガタ言ってどうする。行け。ここは俺が食い止める。お前の気持ちを示せ。お前の道を見せてみろ。すまない。チッ、昔を思い出させやがる。ヒロト、ガーランドのバックアップシステムによってアイドルである私の人格プログラムがごくわずかですが残っています。このプログラムももう消えるでしょう。この青いガーランドは本当の私になるために必要なもの。あなたは私を助けようと危険を顧みずここまで来てくれた。私はヒロトに何もしてあげられません。でもこのガーランドに残ったわずかな私の力でゾーン2006とのアクセスを試みてみます。あとは任せました。ヒロト、私を助けて。イブの言っていたゾーン2006とのアクセスか。こんなところまで電波が届くなんて。ヒロト、ヒロト、やっと繋がった。ミラか。全然繋がらなくてすっごく心配だったの。大丈夫？怪我とかしてない？ああ、ピンピンしてるぜ。そっちの方こそ大丈夫か？軍の連中に何かされてないか。全然平気。みんなも一緒だよ。誰かに変わる？いや、無事ならいいさ。今までどうしてたの？今どこにいるの？戻ったら話すよ。今はとりあえずやることがある。心配だよ。ヒロトがいないとなんだか世界が足元から崩れていくようで。ねえ、どうしたらいいの？歌が聞きたいな。え？ミラの歌が聞きたい。歌？イブの歌？ユイさんの歌？違うよ、ミラの歌だよ。ミラが作った歌を聞きたいな。私の歌、私の気持ち、歌にしてみる。ヒロト、ヒロト、ヒロトが帰って歌を歌って待ってるから、必ず帰って、約束だから。
ヒロト。大好きだよ。行ってくるぜ、ミラ。